パーではなく行動ということで、今日はね、よくわかんないんですけど、いっぱい人がいてみんなで漫才やってるっていうので、なんか覗いていこうと思います。ずるしない？ケミさんです。こんにちは。今日もよかったら、はい、いろいろ私に知識与えていただけないかなと思って。あちら、はい、ケミちゃん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、健康麻雀の大きい大会って手積みのイメージが大きかったんですけど、はい、今日なんか見てたら手積みじゃないですよね。そうですね、全自動麻雀タップを使用してます。このタップはわざわざこの年輪ピックのために会社からあの数持ってきたんですか？はい、そうです。そうです。このタップ、今日のための特徴ってあるんですか？そうですね、まず大きな大会で台数を設置しますと、うんうん、どうしてもコードを、そうだよ、電源繋がなきゃいけない。そうですね、そうなりますと、コードに足を引っ掛けてしまったりといった危険もございますので、そういった部分の危険を取り除くというところで、このタコはコードではなくバッテリーを搭載してバッテリーで動いてます。今この子コードついてないんですけども、つくってことですか？はい、つきます。つけてもらってもいいですか？はい。本当だ、コードない。動いた。これでも、はぁ、動いた。すごい。いいんですか？失礼します。うえぇ、で、コードがない。バッテリー、どこに入ってるの？バッテリーはこの機械の中に。中に入ってるんだ。これバッテリーって、はい、大会今日4番茶打つんですよ、はい、時間的にはまあ途中の休憩とかもあるとずっと電源入れっぱで、はい、6時間とか7時間はつけるって対局するわけじゃないですか、はい、大丈夫なんですか？大丈夫です。おおよそ30時間は30時間、はい、1日以上いけるってこと？つきます。半チャンスでいうとどれくらいなんですか？おおよそ300回セットをさせる。300回詰めるってことですか？はい。30時間以上かかるね。でもそれだけやってても大丈夫ってことですか？はい。中に組み込まれてるバッテリーで、はい、そのバッテリーはどうやって充電するんですか？バッテリーを搭載しています、うん、機械の下側に充電を差し込む。携帯電話とかと一緒ってことですか？はい。すごい。でそのうちコードで充電してご家庭で、そうですね、で外持ってったらもう外で、で使えます。300回こうやって上げ下げできるみたいな。そうですね。すごい。いや、これは画期的ですね、はい、実際に体育館使ってる会場は杖を持ってる方とかもたくさんいらっしゃったので、はい、コード邪魔ですね、出てたら。そうですね。しかも50択以上あったりするんだから、コードまみれになっちゃいますね。そうですね。そのコードの、整理の方も非常に
をしますので、まあ、そういったことが一切この大会でありますと必要ない。大きい大会向きですね。そうですね、うん、他には、はい、あとはですね、まあ、従来の足ではなく安定感を追求しまして、折りたたみの足になってます。え、ああ本当だ、ここ見えます、ここタコと足がつながってないですよね。そうです。え、まーちゃんタコってつながってるよね。ネジがなくても、うん、上に乗せるだけでも十分な安定感が揺れない。はい、え、すごい。そうすることで組み立てる手間というのも、はい、持っていく時楽ですね。そうですね、使っていただくのもすぐに乗せて準備も楽、もう電気を入れてすぐできる。え、めちゃくちゃ時間短縮ですね。そうですね、コードもね、足と上も簡単にセット。はい、じゃあ撤収も結構楽ってことですよ、それは。です、もう今から持ち上げるっていう形です。これのために開発したんですか。そうです、はい、この度の、年輪ピックが、来年、和歌山県、はい、御坊市の方で健康麻雀大会、開催されるということで。2019年ですね。そうです、まあ、地元開催ということで、全自動オタクを、まあ、知っていただいて、これから麻雀の普及にもっともっと、協力できればなという思いで開発しました。いや、これはね、流行る。え、結構いいお金になるんですか、これ。いや、まだ年輪ピックのために作ったもので、はい、まだ現時点で販売はしていないんですが。先生、本当に何、ちょっとほぼボランティア精神ってことですか。はい、今後マジかよ、商品化できれば。しちゃおう、売れるってこれ、はい、君さん、これ売れますよ。まだまだ他にも特徴ってあるんですか。そうですね、当然年輪ピック名刺をいただく際にはですね、中にはまあ車椅子の方がですね、そうですね、お使いいただくケースもありまして、はい、その方でも自然と座ってやっていただける、だけの足の構造も、はい、え、足をどうしたってことですか。足は車椅子の方ですと、どうしても前の方が接触してしまったり、うん、当たってなかなか深く座れないと、うん、いうこともありますので、まあ、その後でも足中に入ってる。そうですね、全角度が、足がこの中間の内に入ってますね。これ人が足折った時に膝だったりがこう突っかえないように、はい、この角度になってるってことだ。乗ってみました。おお、どこにも足引っかかってないです。で、もうしっかり場所が決まりました。で、これロックするんでしょ。したらもう動かないから、こうだよね。え、見て、普通にいける。なんか対面の山も普通に取れますよ。快適かも、この車椅子でこれ座った方が。そうですね、うん、結構これいいかも。あ、全然取れる、全然これ、あ、いけます。この X 型の足がキーなんだ。そうですね、あと、使わなくなった際の足を折りたたんでいただくことができますので、しまえるという。あ、しまえるんですか。そうですね、これはいいですね。なんかおじいちゃんおばあちゃんにもおすすめしたくなる。そうですね、この年齢を考慮する、ね、マージャン大会において、ね、非常に役立っていただければなというふうに考えます。ありがとうございます。
ここでお依頼さん登場でございます。高木さん。こんにちは。ひなとです。よろしくお願いします。ネーミンピックとは何ぞやというのをお聞きしたいんですけど。はい、ネーミンピックっていうのは、はい、高齢者の国体という形で位置づけられてまして。国体、はい、厚生労働省。昔の厚生省 の、 創立50周年を記念して、はい、それから各県持ち回りでずっと開催しているわけなんですね。でそれが来年いよいよ和歌山県が第32回の本大会を迎えるということで、はい、今日はそのリハーサル大会をご奉して開催しているという感じです。国体ってこの麻雀ってどんな目的のために作られたんですか？そうですね、厚生労働省が主催でやってるので、基本的には高齢者 の、 社会参加とか健康増進とかそういったものをターゲットにしてやってるわけなんですけども、ですからその高齢者の方がですね、いつまでも元気で楽しくやっていただくために、特に麻雀っていうのは指先を使ったり頭を使ったり友達と一緒にやったりということで、そういう高齢者の生きがい作りや健康増進にとっても役に立つということで採用していただいております。素敵な活動じゃないですか。ありがとうございます。リハーサルとはいえ素敵な大会でした。私も参加したいなというわけで、来年の11月日程開けてみようと、10月か日程開けてみようと思います。さあ、それではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter もおろしてね。ではバイバーイ。